この反り腰を作ってしまっている犯人が前ももの筋肉だからです。こんにちは、成田市で慢性腰痛専門整体院をやっております佐藤健太と申します。今回のテーマは座骨神経痛を治したければ前ももを緩めよ、これについてお話ししていきたいと思います。この動画を最後まで見ることによって辛い座骨神経痛が楽になって正しいセルフケアの方法を知ることができます。興味がある方はちょっとだけでもお付き合いください。当院に通われている座骨神経痛の患者様にある共通点があったんです。それは何だと思いますか？その共通点っていうのが皆さん反り腰姿勢なんです。反り腰姿勢というのは骨盤が前傾といって、骨盤が前に倒れたまま上体だけ起こそうとするので腰が反ってきてしまいます。この姿勢を反り腰姿勢と言います。なぜこの反り腰姿勢が座骨神経痛を引き起こしているのか、こちらについて解説していきたいと思います。こちらのコードを座骨神経と例えたら、反り腰姿勢になるとお尻を後ろに突き出して体を起こす姿勢なので、こういうふうにコードがピーンと引っ張られてしまっているのがわかります。逆に受け腰といって反り腰の逆の状態になると、お尻の神経はゆるゆるになっているのがわかりますか？こういった引っ張られ続けるストレスによって座骨神経痛は引き起こされてしまうんです。では今回のテーマである座骨神経痛の方は前ももを緩めた方がいい理由としては、この反り腰を作ってしまっている犯人が前ももの筋肉だからです。この筋肉がガチガチに固まることによって骨盤を前に引っ張り、反り腰を助長させてしまっているんです。ですので今回はこの前ももの筋肉を徹底的に緩めていって座骨神経痛を解消していきましょう。このチャンネルでは足のしびれ解決をテーマに有益な情報を配信していますので、ご興味のある方はチャンネル登録お願いいたします。では早速レベル別で難易度の低い順にストレッチを行っていきたいと思います。難しい方は簡単なものから徐々に徐々に行ってみてください。今回は片側しかやりませんが、両側やることをお勧めいたします。それでは行きましょう。ではまずレベル1になります。レベル1はこういうお椅子を用意していただいて、ここに膝を乗せます。で膝を乗せたら後ろの足をこういうふうにお尻に近づけていきます。この状態で体をちょっと丸めます。そうするとここの前のももがすごい伸びてくると思うんで、このまま呼吸を止めずに30秒行っていきましょう。では行きます。痛気持ちいいぐらいの強さで伸び感がある状態でキープしてみてください。でこれ下の膝が痛いっていう人がいるんですけど、ここにタオルとか引いていただくと結構楽にできると思います。もちろんこれは椅子じゃなくても、もうそういう台みたいなところがあればどこでも大丈夫です。痛気持ちいい強さですね。腰がこうやって反らないようにだけ注意してください。はい、 OK です。続いてレベル2になります。お膝を曲げていただいて片足は伸ばします。この状態でこの曲げてるのとは逆側の肘をつきます。この時にこのこっち側の膝を真下にぐーっと押し付けたまま、このまま30秒キープします。いきます。これも伸び感が出るぐらいしっかりと伸ばしていきましょう。絶対にこういうふうに腰反らないようにですね、こういうふうに腰は丸めた状態で行います。痛気持ちいいぐらいの強さで伸ばしていきましょう。はい、 OK です。次レベル3になります。レベル3は足はこの状態で両肘をつきます。こんな感じですね。で限界までお腹を丸めてもらって、膝が浮かないように押し付けます。これで30秒、いきます。結構ここまでくると伸び感が強くなってきます。
あくまで痛気持ちいいぐらいの強さでやっていきましょう。腰痛い人は絶対無理しないでくださいね。できるものから徐々にやってください。はい、 OK です。続いてレベル4になります。レベル4はですね、またこの状態ですね。この状態からこっちの右足をですね、膝の上に乗せます。こういう感じで、この状態でおへそを覗き込みます。これでまた30秒いきますよ。いきます。結構痛いとは思うんですけど、しっかりと伸ばしていきましょう。絶対に無理だけはしないでくださいね。で、顎は引いとくといいです。こうやって上げとくと腰が反ってきちゃうんで、顎は引きます。しっかり伸ばしていきますよ。はい、 OK です。続いてレベル5、最後のストレッチになります。これはですね、さっきとまたポジション一緒です。肘をですね、両肘ついてるんですけど、また片肘に戻してください。で、片肘にして、今度この後ろの膝をさらに自分の手で曲げます。こういう感じですね。この状態でまた30秒やっていきます。いきます。これができる方っていうのは結構前ももがストレッチされてですね、いい感じなので、めちゃめちゃ楽になると思います。で、レベル5までできない状態の方は、まあ、レベル1、レベル2しっかりとそちらでもしっかり緩めていただければ、効果はちゃんと出ますので、徐々にレベルを上げていくといいと思います。はい、 OK です。これ片方ずつやったんですが、こういう風に硬さを触るともう明らかにこっちの方が柔らかいです。バランス取るために必ず両方やっていただくことがおすすめです。はい、お疲れ様でした。こういったストレッチで座骨神経痛は改善できます。合わせて反り腰姿勢も改善できますので、普段の腰痛なんかも楽になると思います。頑張って毎日続けてみてください。足のしびれ解決をテーマに、これからも有益な情報を配信していきますので、そういった貴重な情報を見逃したくないっていう方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。合わせてコメント、高評価いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。